おはようございます。おはようございます。いよいよリンゴルフフューチャーズトーナメント決勝ラウンドの第1日目がやってまいりました。1番ホールが工事中のため、1番ホールは、ネットパーということでスタートしていきたいと思います。これから4日間、多分今年の QT で使われるであろうピート台を2日、トーナメントコースを2日、1位、なおかつ通算成績、1オーバーパーまでそれ以下ということで、成績を取っていただけたら1次 QT、USLPGA、リンゴルフがサポートいたします。ということで皆さん頑張ってください。一人ずつ抱負お願いします。じゃあ、すみれちゃんから。ピート台の方は昨日は回ってないんですけど、新しいコースでも早く覚えて自分なりに良いゴルフができるように頑張りたいと思います。はい、翔華選手、どうぞ。初めてのコースなんですけど、ちゃんとコースを見ながら、毎日練習していけたらなと思います。はい、はい、昨日の練習ラウンドより少し気温も低いので体調に気をつけながら最善のゴルフができるように頑張りたいと思います。そうだね、今日はちょっと100度ちょっとだから40度あるかないかぐらいだもんね。昨日より楽だよね。昨日より全然、はい、ということで皆さん頑張ってください、はい、一生懸命追いかけますんで打つの待っててね。あと距離を教えてください、はい、ということでじゃあ始めましょう。頑張ってください、はい、いよいよ決勝始まります。ピート台コース2番ホール、1番ホールは、工事中でネットパーになってしまいました。池がらみです。左はずっと池です。よろしくお願いします。お願いします。右のグラスバンカーちょっと右に行き過ぎてしまいました。よろしくお願いします。翔華選手、ライン名は出入り口に青い杭があるんですが、遠くに見える出口の青い杭、240ヤードがベストポジションです。これもグラスバンカー方向ですが、そこまでは行っておらず問題ありません。お願いします。これはフェードがかかってフェアウェイのど真ん中です。ナイスショット。ありがとうございます。夏のミッションヒルズは暑くてあまりプレイしている人がいないので、1人1台ずつカートをもらってます。ということで、さあ相原選手、182ヤードピンは水側に切ってあります。難しいエグいピンポジションになってます。4番ユーティブ、ちょっと右目に飛んでます。バンカー方面、右バンカーです。翔華選手、約170ヤード皆さんピンポジションと水の近さが見えますでしょうか。かなりエグいセッティングとなっております。真ん中狙いのパーカードローがかかって、グリーンの真ん中オンです。ナイスオン、ナイスショー。さあ和田澄選手、一番飛んでおります。残り156ヤード、グラスバンカーというか短く刈られてフェアウェイとあまり変わりありません。グリーン右に向かって飛んでいます。あ、跳ねてフレンドリーバウンドで跳ねてグリーンオンです。ナイスオン。ラッキーだった今の。ラッキーでした。
ピートダイのコンディションがよくありません。これはトーナメントコース3日、ピートダイ1日になる可能性が高いです。今日は始めてしまったのでこのまま続けます。お、まっすぐ飛んでますが遅い、グリーンが遅い。さあ和田選手バーディーパットです。惜しい、ナイスパー。翔華選手のラインは基本スミレ選手のラインと同じです。曲がったとしても左、バーディーパット。曲がらないストレートでした。笹原由美選手2人のラインを見ています。ほとんど曲がりません。まっすぐで大丈夫だと思います。さあまっすぐ打てるか。ちょっと引っ掛け気味でした。ボギースタートとなってしまいました。ナイスパー。ピート第3番ホール、パー3、195ヤード、これも左側はずっと池になっております。おお、まっすぐ筋ってる。あ、ショート、ちょっとショート、ちょっとアゲンストの風が吹いており読めなかったようです。グリーン右に飛んでます。ちょっと外れてますが右ラフ、これもショートでした。ピンに向かってまっすぐ飛んでます。距離は筋ってますがちょっとショートでした。3番のグリーンは先ほどよりはマシなコンディションです。スミレ選手約13、4ヤードアプローチ。さあパーをセーブすることができるか。ちょっとグリーンが遅いようです。翔華選手約10ヤードのアプローチです。ナイスアプローチ、グリーン外のニアピンでした。笹原選手約10ヤードアプローチ。ナイスアプローチ。笹原選手しのげるか。笹原選手のボールは左へと動きました。フックラインだと思います。目も右から左に流れています。曲がりませんでした。さあ翔華選手寄せバンパーなるか。ナイスパー、ナイスセーブ。ちょっと押し出してしまった。
4番ホールパー5、ここは短いパー5なのでナイスショット、ドライバーナイスショットすれば2オン可能です。ここで稼いでおきたいホールです。うん、よいしょ。うん、よいしょ。うん、よいしょ。3人ともフェアウェイど真ん中でした。笹原選手、第2打目です。フェアウェイ左、ナイスショットです。スミレ選手、3番ウッド持って220ヤード2オンなるか。んー、ちょっと左に向かって飛んでいます。あ、ナイスバウンドですが左の斜面で落ちてしまいました。あそこは坂になって下まで行ってしまったのではないでしょうか。昇華選手210ヤード、同じく3番ウッド、ガツンと行くでしょうか。2オン、ドローがかかって、左です。同じく左に飛んでいます。第3打目、残り72ヤード、バーディーチャンスにつけることができるか。ちょっと深く入って沈みすぎたが、ちょっとショートでした。昇華選手、約20ヤードアプローチショットです。ピンがかなり左側の斜面のえぐいところに切ってあります。さあ、どこを狙ってどのようなアプローチで寄せていくのでしょうか。もうちょっとだ。起伏に飛んでおり、難しいアプローチショットとなります。さあ、和田選手、谷底に落ちてしまいました。これはうまくつけました。ナイスショット。左手前に大きなコブがあります。これを越えると下りになっており、難しいタッチが要求されるアプローチショットになります。坂を越えて、さあ、約1メートル残ってます。昇華選手のボールはそのマウンドの山頂より約ちょっと低いところにあります。登って下る分難しいタッチが要求されるマウンドです。すごいタッチ、緩いタッチで、お、ナイスバーディー、よく読んだね。よく読んだね、初めてのその難しいタッチを。あ、外してるな、ました。ボギー取り返せるか、バーディーパット1メートル弱。ナイスバーディー。さあ、5番ホール
水絡みではないパー4です。見ましょう。ナイスショー。ナイスショー。さあ笹原選手残り200。お、筋ってる。見えない。でも乗った、ナイスオン。ありがとうございます。これも綺麗にドローがかかって筋ってます。距離は見えない。乗った、多分乗ったと思います。ナイスショットだったけど筋ってたけどちょっと見えない。約190ヤード。これちょっと左に巻いてます。左、ああ左ラフに、あの谷になっているところに落ちてしまいました。さあ和田選手バンカーに捕まってしまいました。サンディーパーセーブなるか。ちょっとショートでした。はい、5番ホールパー4、和田純選手これがサンディーパーセービングパットになります。7メートルから8メートル上りの難しいラインです。さあパーセーブなるか。惜しい。あ、1メートルオーバーしてしまいました。さあ塩川選手上りのフックライン決めることができるか。おお、ナイスバーディー。笹原選手は抜く派のようです。塩川選手のラインと同じようなラインの上りのくらいになります。さあここで取り戻したいところです。ちょっと読みすぎた。さあ和田選手なんとかボギーで抑えたいところです。ナイスパー。6番ホールパー3、ピンポジが今日はえぐいピンポジになってます。奥、右奥です。突っ込みすぎると砲台グリーンで、下に落ちてしまいます。ピンの左5メートルぐらいが狙いです。なんかいい感じだね。なんかちょっと見えないけどいい感じだったよ今。すいません、良さそう。いい感じだったよ。いい感じだね、方向的にはあの辺に打ってきゃいいんだよ。これもピンの左3メートルぐらいいい感じで行ってるけどちょっと見えない。右手前に乗ります。見えるの？お、見えるの？もう老眼親父は全然見えないよ。これもいい感じに飛んでるよ。ちょっと見えません。6番パー3、皆さん応援してます。バーディーパットです。
まずは和田純選手から約10メートルの下り、ちょっと打ち切っていない、約1メートル20センチ残っております。エアーを入れたすぐ後の夏のグリーン、コンディションがあまり良くありません。その中2アンダーと好発進の翔華選手、これもバーディーパットです。思ったよりもなりませんでした。ナイスパー。さあ、スミレ選手、ナイスセーブ、ナイスパー。さあ、笹原選手、共に戻したいところ、1メートルバーディーパット。舐めて跳ねてしまった。ナイスパー。